北国新聞ニュースをお伝えします金沢市は来月から職員を対象に最長で1ヶ月間のテレワーク体験を実施し本格導入への効果などを検証しますテレワーク体験は管理職を含む正規職員全員が対象で子育てや介護中の職員を中心に継続して自宅で 業務に取り組んでもらいます課の単位で体験を行う予定で今月中に希望する課を募集し来年1月までに2つから3つの課で試しに行います日数は週1日から5日間の範囲で選択し最長で1ヶ月間登庁せずに仕事をすることも可能にします 業務に個人用の携帯電話を使う場合、かかった電話代を公費で負担する仕組みも取り入れます。また、サテライト勤務も一部で認め、自宅でのテレワークが困難な職員に配慮しました。サテライト勤務では、今年5月まで市環境局の仮庁舎が入っていた通り木町の施設を開放し、 広坂の本庁舎より通いやすい場合も使えるようにします金沢市が今年7月から実施している一日限定のテレワーク体験では業務に集中できるという声の一方打ち合わせによる意思形成ができず不便という不満も聞かれましたこのため今回は小型の Wi-Fi 端末などを貸し出し 自宅にいても気軽に打ち合わせに参加できるようにします石川県警と県防犯協会連合会は特殊詐欺の被害を防ぐため留守番電話の活用などを呼びかける新たな広報ポスターとチラシを作りました特殊詐欺の対策として三つの D をキャッチフレーズにした ポスターとチラシは、県警備業協会の協力で合わせて1万2530枚作られました。個人の家に嘘の電話をかける手口が相次いでいることから、在宅時でも留守番電話を設定し、金銭の話が出たら通話を切ることや、家族への相談などを促しています。石川県警によりますと、県内では、 特殊詐欺の被害が、今年1月から先月までに52件と、去年の同じ時期に比べて21件増え、被害総額は1億5213万円になっています。特殊詐欺を防ぐポスターとチラシは、警察署や公民館などで掲示・配布されます。次も、 特殊詐欺の被害を防ぐ取り組みです金沢東警察署は昨日までに高齢者向けに特殊詐欺の被害防止を訴える冊子を作りましたこの冊子は A4 版の大きさで14ページあり7つの問題による確認テストや不審な連絡は無視するといった特殊詐欺への対処法を盛り込みました 今年、県内で詐欺被害の半数以上占めるキャッシュカード受け取り型など、5種類のケースもイラスト付きで解説しています。金沢東署は、今月11日からの防犯講習をはじめ、館内の公民館や福祉施設でこの冊子を配る予定で、米倉徹生活安全課長は、 一件でも詐欺を減らしたいと話していました金沢市は今日から視聴者前広場のデジタルサイネージで時刻を知らせる動画金沢時計を上映しますこの動画は金沢美大視覚デザイン専攻2年の学生20人が制作し色彩豊かなアニメーションで 街中を彩ります動画が上映されるのは午前10時から午後5時までの小時ごとでデジタルサイネージに時刻を表す数字や架空のキャラクターなどが表示されます例年は6月10日の時の記念日に合わせて放映していましたが今年は新型コロナの影響で時期をずらして放映します 動画、金沢時計は、金沢市庁舎前広場で、来年3月末まで上映されます。和島市門前西小学校の子どもたちが、昨日、能登半島地震で全壊した住宅跡の花壇でコンサートを開きました。このフラワーコンサートは、 門前西小学校が例年参加していた市民祭りパレードなどが新型コロナの影響で中止になったため楽しみにしていた人たちに練習の成果を披露するため教員が企画しましたコンサートは輪島市門前町峠にある花壇「有事の庭」で開かれましたこの花壇は、 2007年の能登半島地震で全壊した住宅の跡地に作られ今は隣に住む大倉よし子さんが手入れをしています昨日のコンサートでは子どもたちが1300平方メートルある花壇の中心で太鼓やキーボードを使い門前音土やパプリカの演奏のほか効果などを合唱しましたコンサートに参加した6年生の男の子は 練習の時よりも上手に演奏や合唱ができたと思う多くの住民も喜んでくれてよかったと話していたということです。